石原さんが、大村さんが何をやるか、これを見ていかなければなりません。橋本さんたちの維新の会とは、何をやるかが同じだから、一緒にやってきてるんです。何をやるか、アジェンダが違えば、別々にやるというだけのことであります。 右往左往することはありません何をやるか、これを徹底して突き詰めていけば、おのずと、われわれの行動は決まってくるというだけのことです。皆さんも石原新党ができたらどうなるんだ。 いろいろと毎日の報道でご心配をされておられる向きもあるかもしれない、しかし、みんなの党はあくまでアジェンダの党です、口先だけの政策ではありません、覚悟と戦略、これが必要なんです。たるべき総選挙の政権奪取に向かって。 頑張ろう